ね、カタツムリ集めてたからな、結構。カタツムリ集めてた？子供の時。どうするんですか？人参食べさせて。あー、なんか、あげますね。むしゃむしゃ食べんだよね。はい、皆さん、こんにちは。ゲームイズ、ナビロです。はい、皆さん、こんにちは、シロです。というわけで、新イベントガチャが来てます。花咲く絆のロマンタン来てますんで、はい、ちょっとね、引いていこうかなと思います。で、僕ら、ライブで、ひまわりが、まあ、出てるんで、うん、そう、星様出てましたね。そう、はい、他のキャラできればまあこの、うんね、ランキダンのアジサイが欲しいんで、うん、まあ、でも他に全部ねとりあえず出てくれればいいので引こうかなと思います。はい、ちょっとじゃあ課金します。はい、お待ちください。はいはい、はい、30連。あ、30連なんですか。だけしかしません、はい。まあ、ライブもあと2回かあるんで、うん、そこでね残りの部分は引こうかなと思うんで、思うんで、うん、まあ、とりあえずひまわりいればまあ彼の、まあまあまあ、そうですね、彼の怖さはわか、ね、そう、わかるかわからないかはあるし、はい、行くぞ。はい、まあ、最初行くか。まあ、でもなんか欲しいけどね、うん、言ってでもひまわりもう一手欲しいけどね。シャリンピラー、うん、艦隊で使ってみたいな。あれ攻撃いいっすもんね。どっちも大きさ攻撃。え、ひまわりかと思った。緑色したいからひまわりかと思った。ハワイの、ハワイマジ定期的に出ますよね、こいつ。そうね、マゼラン、マゼラン、ほんとアジサイの匂い。でもアジサイの匂いとかってなんかカタツムリの匂いを思い出しちゃうんだよね。アジサイのカタツムリ乗ってるイメージありますよね。そう、ある。雨の一瞬、雨の沈みみたいな。結構ほんとそういるんだよ。カタツムリ集めてたからな、結構。カタツムリ集めてた？子供の時。どうするんですか？人参食べさせて。あー、なんかあげますね。むしゃむしゃ食べんだよね、はい。でもその後なんか逃がすけど。人参だけあげる、いい人じゃないですか。え、まだ10年じゃん。マジで。なんかやばいね。最近からガチャめっちゃ。それしかも最近むっちゃ回してる。どっちも割とむっちゃ回してたから、うん、こんなにサクッと終わるね。30、いや初心に帰ろう。うん、30連だから、うん、とかだから。うん、俺初心に帰りすぎて今回引かないから。いや、まあ、いや、正しい正しい。ほんと、ちょっと、もう10連とかでいいんだよ、なんか。やっぱり、初心、そう、30連もだってこれ、1万円ぐらい。1万円ですよ。かかるからね。1万円でプラスアルファちょっと残るぐらい。うん。止まったら勝ち。それで、止まったら勝ち。いや、これ、たまりませんね。いやいや、爆死になるっていうの怖いな。いやー、シングルラスト、これこれ言って、ライブもありますからね、今回。僕らはね2回ある、2回とかありますよね。2回あるんでしょ。カタツムリ、カタツムリになるよ。あ、実際ツバキもですよね。ツバキもツバキもなんかいいスペックしますよね。はい、こいつムカつくらしい。ウリエルカッコフト。こいつ、ジョージェルズ来てないよね。来て来て。あ、出た、タダンヒットだ、こいつも。あ、なんか言ってたね、なんかコメントで来てたわ、シール。こいつタダンヒットなんだ。さあ、それ、はい。こいつ遊び道具じゃん。はい、というわけで、まあ、うん、行きましたけど、まあ、他にもね、うん、言った方で、アリサイ出ましたとか、ヒマリ出ましたとか、ツバキ出ましたとか。ちゃんなんかアニメからで好き、なんか ね、確かに今回アニメがこれ絡んでるみたいなんでね、わしがしまたなんかファンが増えそうな、はい、あのキャラクターたちではありますけれども、うん、ぜひ皆さんも弾いてみたい方はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあでも、うん、ほんと今回なんかこの椿のね、椿の他のゲームに出てきそう感やばいんだよな、結構。あ、椿はなんかちょっとそういう主人公感ありますよ、ね、主人公感あるよねっていう人はね、うん、ちゃんとよくお願いします。よろしくお願いします。今回のゲームザイクラジオ1からおりました。さあ、でした。中でした。ありがとうございました。